はい、お疲れ様です。えー、今日は従業員と個人事業主、福利厚生の違いで選べ。な、うんで従業員か、まあ、あれだよね、あの個人事業主になるかみたいな話ですけどで、勝手に正社員と思ってるめでたいやつは、まあ、こういう書き方がね、あのターゲットみたいな書き方するまで申し訳ないですね。えー、チャンネル登録、3万5千ぐらいまで来とんだけども、えー、ぜひチャンネル登録といいねね。セミナー動画は結構また、ちょっと最近力が入れとるんで、 ぜひまたチャンネル登録もしてね。はい、じゃあちょっと行ってみようか。まあ、行ってみる前にちょっと一つ、あの、何っていうとさ、まあ、特に、ま、これ、普通の会社員だったら俺ちょっと分かんないんですけど、あの、職人の世界ってさ、まあ、前も職人の世界の当たり前っていうので、まあ、有給年齢だから、だこうだって話したんですけど、お前、そもそもそれ、正社員じゃねえぞって、あのね、正社員扱い受けてるけど、 うんでなんか会社には正社員だっつってメリットを受けてないのに正社員としてのデメリットだけ受けてないっていう人が俺多いと思うんですよで俺はまあ前前ね1000万のどのこのであの40万再生ぐらいしたやつでね税金が得だと損だっつったけどそもそもでもあの個人事業主だったらこれが損だああだってあの書いてくれた人多るんですけどいや建設業界みたいなもうそんなん正社員もねえぞみたいな,なんかとこがあるんで みんな自分の働いてる会社あのそれはいい悪いじゃないからね、まあ、これ親方さんとかも聞いてくれてるから俺責めてんじゃなくてもうそうなんなできねえと思うもん俺もだってつい最近でもね福利厚生この自信持っているでもそれが当たり前だしその人についていっとんだからさえ例えば俺がじゃあ従業員2人3人でさなんかもう有給があるってどうのこうのでお前らついてこいなんて言うわけないじゃんねもう俺会社にやった時なんか寝ずに働けよって言っったからね 今でも幹部に言うことあるもんねそうやってお前らが一生懸命やらなかで会社なんかでかくならんやんけーって「アホか」ってお前1年生2年生と同じ扱いすお前らこだったら最初からリーダーやりたいとか言うなってって怒る時あるもんね叩かれるかな俺ちょっと言い,言いがんかった方がよかったかなちょっとまあ行きましょうかはいじゃあ福利厚生って何かっていうと有給休暇交通費制服支給 観光総裁って書いてあるけどさ、結局何結婚したらなんか祝い金がもらえるとかも大体あるんだよね。有給とかもそうですけど。うん。で、各種手当てって、まあ住宅手当て,手当てだとかなんかいろいろあるでしょ。本当に。まあそれはまあ大企業とかだと、まあネットで調べばわかるわ。本当に従業員、正社員のあの各種手当てとか観光総裁って打つとわかるんですけど。じゃあさ、これ職人やってるってこんなん本当ある有給案が取ってるやついるの うん、俺いない、まあ、いないことないな。実際本当に、まあ、うちの自慢じゃないですよ、これは。うちに来てほしいから言ってんじゃなくてうちはあるんですよ。それは、まあ、ま、あその、何、有給とは歌えないけど、個人事業主にも、ならかの、その、そういう有給に変わるじゃないけど、あの、メリットみたいなものが、まあ、あるし、うちは。や、でもそれやっと。で、まあ、これ、親方とかね、俺はもう社長とか、これから独立したい人に聞いてほしいから、 まあその人たたたちにななっっららこ、まあ、こんなことやや必要もないしやったらそのもう成功できない成功って自分のための成功じゃないよ。つい,いてきてくれた人のために成功しなきゃいけないのに最初からあれもやったらこれもやったらじゃあもう絶対に浮き上がれない。うん、沈んでいくよもうね。だってめちゃめちゃボートに荷物載せて海に出るみたいなもんでしょ。 うん、うちはもうある程度の船の形ができてきたって言ったらあかんけどちょっとずつ荷物積んでるよでも今も今でもまだまだね福利厚生充実するかしはしてないしもちろんでもちょっとずつ良くなってきてちょっとずつ法律守るって言ったらあかんけど、うん、まあそのギリギリの,そのグレーなところっていうところはこれはもうあるよね。 うんまあ、こんなこと言うとまあたかれるかもしれんけどさ、うん、だけどまあそれが事実だし、まあ、それがただ自分のためにやっとるんかねついてきてる人のためにやっとるんかっていうのはまあ違いもあるだろうしさ、うん、だからもう、まあ、そんなことね有給も欲しいこれも欲しいって権利言うんだったら日給7,000だぞって、うん、まあそうだったらいいやん別にね、うん、8,000だぞでもいいやん、うん、だけど結局まあ同じことゃないよね 親方、ただもう親方もアホやもんで、事務員も置いてないみたいなさ、クラスじゃん。3人5人ぐらいの時なんて。自分で回しとるでしょ。ほんで請求書、夜遅くまで作ってさ。で、その時にまあそんな有給だなんだって、そんな書類なんかもうわからんし。だったらもう日給いくらなっていうのも含めて、できるだけ頑張って払ったってね。仕事覚えたらまた1000円あげたって、500円あげたってって、もうやっとった方がはいいと思うしね。そういうこと言うと、うん、あかんのかもしれんけど。 俺はそう思うな。だから、これがいい悪いっていう話じゃないからね。うん。あの、それなのに、俺は正社員だって、まあ、勘違いしてるやつがおるぞっていう話。はい、じゃあそれでは、あのね、正社員と個人事業主の違い。うん、これちょっとまあ複雑だぜちょっと、ちょっと読ませて。正社員、まあ、個人事業主だね。で、福利厚生があるか、まあないかだよね。まあまず一番上ね、これ。あ、ちょっとこれ初めて使ったのかな。 ここなんだわ。福利構成がある。福利構成がない。これいいでしょロジクールのね。これ一番ぐらいするんですけど。初めて使ったな。あ、そうそう、これ。だって、まあ、正社員は福利構成がある。福利構成がない。で、会社を辞めさせられない。あ、ちょっとやっぱ見づらいで辞めようか。会社を辞めさせられない。会社をいつでも辞めさせれる。うん、まあ、これもそうじゃん。こんなもんだって、職人の世界だったらお前辞めてけえと終わりでしょう。重要になろうなんだろうが。 なんで、その、俺は従業員の立場だったら、正社員がどうとかこうじゃなくて、この人についていけるかどうかで選んだ方がいいと思う。で、今日は明日給料がいいとか悪いじゃなくて、この人についてって、いいか悪いかだし、あとは自分のゴールだよね。独立するんだったらもう腕のいい人についてった方がいいし、給料安くても何しても。で、顔の広い人についてった方がいいと思うし。ね。ずっとこもって一人の下請けに入っとるような人よりも、いろんなところに顔を出すような社長の下についた方がいいかもしれんしね。 だからそれって自分が中心だわ。だって人がどうのこうので文句言っとるぐらいだったら自分を中心にやっぱ考えてさ。で、コメントで悪口書くようなやつなんかほんと愚痴ばっかり言っとるやつでしょ、どうせ。だからそんなことはもう俺も関係ないと思うんだわ。自分がどう生きていくかだもんね。俺もそうだもん。別に従業員がどうとかこうとかも,もう関係ないもんね。俺がどう生きていくかだしさ。俺がそいつにどう接していくかだし。うん、だから、ね、やめてけとまでは言わんけど、うん、まあ、半分やめてけ、みたいな。 お前挨拶もできんならやめろって。うん。やめたくねえんだったら、あの、もうええわって言って、営業でも現場行ってこいってったやつもおるしね。営業、お前、ま、営業、お客さんのとこ行かせるのはマジ無理だわって。うん。職人やってこいって。いや、職人や,やるんだったらもうやめますこっちはやめんちゃうって。全然止めないよって言ったことも。もう何回もある、これは。うん。だから、それ言うと湧くかもしれんけど、まあでも、働いとる、一生懸命ね、あの、チームで働いとる子たちのためだし、 俺がそれね、許したら、会社は終わりだしね。うん。まあ、あ絶対に塗り替え道場、あの、愛知県一番になってないと思うし、ね、これからも成長できないと思うから。まあ、それが、文句言うやつ出てくるんだけどね。まあ、いいや、まあ、いいや。<laughs> で、まあ、そうそう。まあ、とにかく会社辞めさせられないって思ってるけど、辞めさせられるんじゃねえかって、2、3人とうところをね。うん。で、 次が、会社の命令は絶対。うん、そうそう、これはもうデメリットなんですけど、こっちはメリット、メリット、デメリット、デメリット。こっちはメリットになるな。会社の命令は絶対。これで言うと、そうだよね。営業で来とったら、うん、お前じゃあ現場なって言ったら、もうそこの、うちの会社にいる以上、俺が現場行ってこいって言ったら、それは行かなきゃんけな、うん、で、職人が、あもうこっち使い物ならんけど、まあ、毎日毎日、もう、これもしんと来るなって言って、まあ、営業行ってこいとか、俺が東京出店するで、 うんまあ、俺の授業員はみんな東京行ってって言ったら「やだ!」って言ってるけど関東出したいって言って「やだ!」って言うけどもしね俺がもうそんな授業員のことも気にしんと「お前とお前とお前とお前関東出すで行け」って言ったら、うん、正社員だったらもう絶対行かなきゃいけないそれが理由であの訴えても何してももう勝てないと思うよ多分。 わかんないけどね、これは。法律上あんまり詳しくわかんないで。間違ってる可能性もあるんで。まあ、頭のいい人はそういうコメント入れてくれたら、あの、言い方だけちゃんと上手に書いてくれたら、あの、公開します。なんかもう、お前バカだーってこれから始まるもんで、削除しちゃうけどね、せっかくいい話書いてくれたもんなーっていう人もおるんですけど、多岐な書き方してやがるもんで、消しちゃうんですけど。で、まあでも、契約社員関係ないじゃん。まあ、個人事業主か。個人事業主なんか、まあ別に関係ないもんね。だ、だったらあなたと取引停止します。俺でもそうだもんね。 俺もう一般の人でも断る人おるからね。いや、そんなこと言ってるんだったら、いや、うちはもうそれはできないです。なんかおるんですよ。なんか、勘違いして、なんか書類とかさ、建設なんかの大学で取るかなんかかわからんけど、建築業かなんかの大学で取る。うん、なんか、こういう報告書を出せとかさ、あの、国と同じ書式でこういうので出せとか、いや、もうそうなんなだったらもう他の年やってくださいって。で、ゼネコン頼めんやんって家塗るのって。もうん、そこあり、2倍も3倍もするもんね。 テレモンで小て塗ってもらおうと思ったらそんなこと言うやつ別に俺はもう塗りたないしってそれと同じですよね契約するのは俺ら,俺らもあの個人事業主にも権利があるからあなたと取引しますうちの協力業者もそうだよね嫌なら辞めてくしでもう実際にはまあちょっと予想が忙しかったから抜けさせてくださいってああそうかそうかまた来てなーってそのいい関係もあるし悪い関係もあるわ。 まあそれはまあ本当に自由、ね。何もね止められる必要もないし。でも会社だとそう,そうでしょ。命令は絶対だし。1か月前にわならなんとかいろいろあるでしょ。でまあそれはそう。だけどもう会社に入る以上本当にもう前言ったけどねこれ。社畜なんですよ。で社畜がどうとか書くけどもうそもそもその論点じゃないんだよね。もう。会社から給料もらうってことは俺はもうそうだと思うんだよね。 ただじゃあ、その中でいい会社があれば悪い会社がある。でも辞めるのも自由。1ヶ月前に嫌。だけど、私のやりたいことやらしてもらえんとか、俺のやりたいことじゃねえとか、この人についていけん。ついてかんときはええだけだし、と思うんだよね。だからってうちは、まあね、YouTube の昼間の YouTube を見てもらう通り、楽しくやっとる。だけど、その中に、いや、別に俺そんなこと言われても困るし、って辞めてった子も何人もおるし、そのごちゃごちゃ言ってもしょうがないんですよ。 うん、でも、そういうも、うん、社畜がどうとか今の子言うけどさ、うん、当たり前だぞって、うん。で、まあ、最後、税金のメリットがない。うん、そうそう。なので、こういう状況で、このメリットも受け、受けれてない職人さんって結構多いと思うんだ。有給がないだとか、何がないだとか、ね、交通手当ももらっとらんだとか。で、それはまあ、親方、最初も言ったように親方が悪い、いいじゃなくて、ほんで、その人についていかない。で、 文句ばっか、よそで言うんだったら、個人事業主にならないんだって。だけど、その文句言ってる奴が使ってもらえるかどうかわからないよ。じゃあ、うちに個人事業主の子や、もう、なんぼでも面接しちゃうもんね。ただ、使ってもらえるかどうかわからない。いくら単価もやるかどうかはわか,かんないのが同じ。それは自分の腕次第だし。だから、うん、本当にそう。ただ、本当にこういうのやってなくて、損してるいい子もいっぱいいるから、まあ、そういう子のために俺言うのは、 うん、何も恐れずに個人事業主にならいいんじゃないって職人の世界なんかなくて当たり前で俺ないことが悪いっていう話じゃないからさ。だったら個人事業主になって自分のところのね、社長にもう個人事業主やらしてくださいって言ったらもう全然怒んないと思うよ。会社はそっちの方がいいと思う。メリットもあるから。どうせもう有機とかやれてないから、ロークショ入ったらやられるからさ。うん、だから、 うん。ね個人事業主でやらせてくださいって言ったら、あの、税金、税制メリットは、もう、すごい強いから。社会保険も入ってない何も入ってないで、給料でもらって、なんか、申告もしてない人おるでしょあのあ、会社で税金バーンと引かれてる人おるでしょうん。だうちはもう個人事業主みたいな、こうい、ん、う携帯の子もおるよ。その代わり、やっぱメリット、デメリットが、指定社員とはち違うけど、もちろん。ただ、メリットもいっぱいあるし、税金も抑えられとるしね、やっぱ。 うん、まあそんなとこです。えー、今日は、なんか、まあアンチに対する文句みたいな動画になっちゃいましたけど、うん、まあその、職人の世界ってまたね、特殊な世界なんで、まあ考えながら、自分にとって一番いい方向、自分の未来を考えて、うん、ただ今日明日お金が欲しいってなったらもう建設業なんかやらな方がいいしね。うん、あの現場が楽しくないんだったら俺やらな方がいいと思う。だけどもっともっとこの世界って、ね、 あの、未来が明るいと思うんだよね。あの、稼げるし、うん、あの、夢があるじゃん。あのー、ターケのね、俺らみたいな、俺みたいな、このバカの喋っとってわかるでしょ。何言っとるかわからんし、本当のわからんと思うんですよ。うん、でもそんなやつでも,も、成功できるんだもんね。うん、だから、うん、皆さん、あの、考えながら、やってください。はい、またじゃあ、楽しそうな動画作りますんで、ぜひよろしくお願いします。あの、チャンネル登録と、いいね、ぜひ。 本当にしてね。あの、俺、この、どんどん一生懸命喋っておのに、もう本当に見てもらえないし、チャンネル登録されんと、へこむから。はい。またね。